冬、白銀の世界に包まれる佐渡島。この時期、私たちの体は黒く変色し、繁殖期に入る。冬は私たちが子孫を残す大切な季節。よいしょ、よいしょ。お姉ちゃんが体の方を作るからね。じゃあ私はお顔の方を作ろう。ねえお姉ちゃん、できた？ちょっと待って、もう少しだから。雪だるまができた。でもお姉ちゃん、田んぼは雪で埋まっちゃっているから、カエルさんたちのいる場所がなくなっちゃうね。うん、そうだね。田んぼの生き物はどこに行っちゃうんだろう。そんな心配はいらないよ。佐渡島の人たちは冬の間も田んぼの生き物のために工夫をしているんだ。通常、冬の間は田んぼの水を抜いてしまうものですが、時米を作っている農家の多くは水を張ったままにしています。これは冬水田んぼといって、冬の間もトキが餌を取りに来られるようにしているのです。冬水田んぼを見てみると、冬でも水辺の生き物が田んぼで暮らしていました。うわー、でっかいわー。でっかいですよ。これは主だな。農作業をしない冬の間も、こうして佐渡島の人々はトキが帰ってくるのを待っています。季節を通じて私たちのことを思い続ける人間たち。まあその将来的にはすぐ近くに、まあ、人間と共存してそうなると思うんですけどね。もう少しでそうなると思う。そうそうそうこの田んぼにおったの餌食べとるとこ見たんだ。それとの身近に感じるよ、うん、来てくれたってことは嬉しかったわよ、うん、やっぱりこれだけ文化が進んだといいますか、環境が変わってもやっぱりまだ私たちのところには時が住める自然がやっぱり残っているし、またそれをこれからも守っていかなきゃいけないかなという。私たちトキの息づく場所とは、豊かな自然が息づく場所。山、里山、田んぼ、川、海、すべての自然は調和しながらお互いに恵みを与え合う。
うん、きっともうすぐだよ。人と自然の共生が実現するとき、私たちがこの空を時色に染めていくことでしょう。人間だけで世の中ってのは生きていかんないんですよ。それはやっぱり一番世の中で一番その横暴な動物はですね、人間なんです。自分たちが何でも支配できると思って今までやってきた時だけではなくて、例えばそこを見ると土壌がいるんです、タニシがいるんです、それからトンボの赤ちゃんといいますかね、そういうものもいっぱいいる。一時なくなったんですよ。それからここの中にバッタって言ってね、こうピュピュピュ飛ぶその動物がいるんだけど、そういうものもいなくなったんです。今度はもういっぱいいるようになった。全ての動物生物が里の中にいっぱいいて、それが人間と一緒に共生をして、そこの中で物を作っていくと、これがもう究極の目的なんです。この辺りもしばらくは安心して住んでいられそうね。どうかな、人間たちがまた何かしでかすかもしれないよ。まあまあ、しばらく見守ってみようじゃないか。人間たちがこれからどんな未来を築くのか。